自衛隊イラク派遣。自衛隊イラク派遣は、イラク戦争初期の2003年、平成15年12月から2009年、平成21年2月まで行われていた、日本の自衛隊のイラクへの派遣行為の総称であ。その目的は、イラクの国家再建を支援するためとされている。イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別、措置法。 イラク特措法に基づくもので、活動の柱は人道復興支援活動と安全確保、支援活動である。活動は、非戦闘地域に限定されていたが、自衛隊創設以来初めて、戦闘地域ではないかとの論議のある地区に、陸上部隊を派遣した。陸上自衛隊は人道復興支援のため、比較的治安が安定しているとされたイラク南部の都市、 サマーワの宿営地を中心に活動し、2006年、平成18年7月に撤収した。航空自衛隊は陸自の撤収後も輸送活動を継続していたが、2008年、平成20年12月に輸送活動を終了した。陸自によるサマーワでの活動の3本柱は、給水、医療支援、学校、道路の補修の人道復興支援活動であった。 陸上自衛隊の派遣時に車両約70両などの部隊輸送を官邸で行った。平成16年2月20日から4月8日。空自は主に C-130 輸送機による輸送活動が任務。拠点はクウェートのアリアルサレム空軍基地に置かれ、イラク南部ナシリア近郊のタリル飛行場との間を往復していたが、陸上自衛隊のイラク撤収に伴い多国籍軍、 国連のための輸送活動が強化され、危険性が高く避けられてきたバグダッド国際空港や、イラク北部のアルビルへも活動を広げている。国連の人員、物資輸送は、平成18年、2006年6月20日の計画変更により任務となった。兵員輸送と武器、弾薬の取扱い、輸送活動の実績、 平成16年3月3日平成20年12月12日派遣された陸上自衛隊の部隊は次のような編成である2006年平成18年11月27日にイラク復興支援軍の編成を担任した部隊等22個部隊等に対して陸上幕僚長から第2級症状第3級症状が授与された第2級症状を授与されたのは 1> 第一師団、第二師団、第三師団、第六師団、第八師団、第九師団、第十師団、第十一師団、第十二旅団、刑務隊、第一空挺団、中央輸送業務隊、特殊作戦軍である。また、第三級症状を授与されたのは、陸上自衛隊研究本部、陸上自衛隊補給統制本部、自衛隊中央病院、通信団、情報保全隊、 北海道補給どころ、第一施設団、関東補給どころ、部隊訓練評価隊である。また、本任務に参加した、隊員総員に対し第17号及び、第35号、当時防衛記念賞が授与された。また、同年12月14日には、テロ対策特措法及び、イラク人道復興支援特措法に基づき派遣された、自衛隊員、イラク派遣隊員、 インド洋派遣隊員で、幹部自衛官から、下は二島陸層まで並びに財様は外務省、連絡事務所指揮員等、約180名を、天皇、皇后が、皇居宮殿で接見。2007年、平成19年2月8日には、第10期落復興支援派遣輸送航空隊、2006年8月25日から、同年12月24日までの間任務に、当たった。 司令は、田中久一郎一等空佐及びその支援部隊に、久間昭夫防衛大臣から第一級症状が授与された、小移行後発の第一級症状授与。また、同日、斉藤隆史統合枠領長から、田中久一郎一等空佐及び伊筒俊次一等空佐に、対して第二級少子がそれぞれ授与された。年、平成年月日に、 訪日していたジョン・ハワードを公衆首相は、小野寺康一佐、元第9次イラク復興支援軍長以下12名の、元日本部隊隊員と面会し、感謝の言葉を述べた。第1次イラク復興業務支援隊の佐藤正久一佐は、到着直後から積極的に、地元首長など、有力者と接見し、自衛隊の活動への理解を求め、住民側はこれを快く受け入れた。 これは当初、サマーワの住民が、自衛隊が派遣されることにより、雇用問題などが劇的に解決されると過剰に期待していたことから、これを訂正する目的もあった。佐藤一佐が帰還する際、有力者に引きられた住民が、宿営地前でデモ活動をして、これが当初、自衛隊に反対するデモと見られたが、実際は、日照記を振りながら、佐藤一佐に感謝するデモ活動であ、 自衛隊では、地元住民と融和するため、文房具を配ったり、各部族長に羊肉を贈答したり、子供たちの前で演奏会を行い、スーパーウグイス城作戦を行うなど、様々な対策を行った。スーパーウグイス城作戦とは、日本の選挙活動での外戦車ウグイス城をもじったもので、車両で移動する際に市民を見かけたら、自衛隊員から手を振るようにしたものである。 この作戦の成果は絶大で、自衛隊の車両が通る時には子供たちが自分から手を振るようになった。車列を組むために車道に侵入する際は、地元の車両に対して、機銃等ではなく、手を使って合図を送った。また、日本の風習を紹介しようと恋のぼりを記事にしたところ、恋が、竜人になる、点が、唯一心境のイスラム教のタブーに触れることを指摘され修正するなど、 地元住民の宗教に対しても気を使った。佐藤は地元住民との友好関係を信頼と安全の海と述べている。しかし、自衛隊の主要任務は、水道、病院施設などのインフラストラクチャー整備による復興計画であり、直接的な雇用の回復などを期待していたサマーはの住民の思惑とは違っていた。自衛隊との思惑の祖語で、 サマーは市内で自衛隊撤収を求めるデモが起こるが、その数日後には治安の悪化や劇的ではないにしろ助けにはなっていると、自衛隊の活動を支持するデモも行われる。また、迫撃砲、ロケット弾による宿営地攻撃が13回、計22発にわたって発生したが、奇跡的に死傷者は出なかった。地元警察、オランダ軍、有効的住民がすぐ駆けつけるため、 標準修正ができなかったことが原因とされる。さらにサマーは,は地方都市であるため市長官や住民同士の付き合いが濃密で市外からのテロリスト、武装勢力が侵入しにくい点が選手防衛に徹しなければならないためにテロを阻止することができない自衛隊の救いになっている。主張の一人は日本の自衛隊を攻撃した者は一族郎党みなごしにすると抗言し、 自衛隊の安全確保に一役買った。2005年、平成17年1月19日に、陸上自衛隊をイラクのサマワに派遣してちょうど1年を迎えるに、あたって、同年1月上旬に、地元市アスサマワが、現地のムサンナ州の住民1000人を、対象アンケート差が行われた。その調査によると、 日本国政府の陸上自衛隊派遣延長についての指示が78%、不支持は13%であることが明らかになった。また、自衛隊の活動に対して不満と答えた人は約3割おり、その主な理由を事業が小規模と挙げた人が半数近く上るなど、大規模な都市整備などの活動が望まれている。自衛隊の望ましい駐留期間も1年と1年以上、 でー約70%以上を占め、2004年の調査の結果とほぼ変化はなかった。オランダ国軍が2005年、平成17年3月で、イラク派遣、ムサンナ州の警備を終了する旨を表明。当初、撤収の後には米軍か英軍が進駐すると思われ、その際にはこれらを狙う武装勢力も侵入する恐れがあり、自衛隊の安全が保たれるか不安の声が上がった。 また、武装勢力によってサマーワの治安が悪化することも考えられたが、オランダを引き継いで無ンな州入りしたのは、米軍よりは評判の良いオーストラリア軍と英軍であり、混乱は起こらなかった。しかし、2005年、平成17年5月末から6月にかけて、自衛隊への投石、日照機落書き、手製爆弾攻撃、負傷者なしが一時的に発生した。 このため急遽、任務が終わった給水要員の一部を転用して、警備要員を増やし、宿営地外での活動を3時間から1時間に削減するなどの対応を取った。要件を1時間以内で終わらせて、宿営地へ帰還する自衛隊に対し、市民からは、自衛隊は市民を怖がっている、自衛隊は隠れているだけといった批判も聞こえるようになった。これらの事件の背景には、 自衛隊の活動内容と一部の地元市長や住民の要望に乖離があったためとみられるが、日本はサマーワに対して資金的な援助、道路、橋梁、学校、病院の建設や修繕に代わる援助と、援尺館も行っており、この資金の分配、主に地域別の建設や修繕の優先順位をめぐって、市長間の意見対立が起こり、一連の事件の 要因になっているとも言われる。事件後に陸上自衛隊がサマーワ市長に苦言を告げたところ、このような行動は一切なくなった。また自衛隊では、これらの事件のたびに各市長と面談し、自衛隊の活動に理解を求めるとともに、自衛隊の活動停止をカードとして、市長や住民代表と慎重な調整を行っており、サマーワの平穏をもたらしてきた。 日本政府は2006年平成18年6月に自衛隊の撤収を命令した。これを受け共同通信社がサマーは市民に自衛隊の活動に対する評価アンケートを行ったところ78.7%が復興支援に満足していると答えた。一方自衛隊は占領軍であると答えた住民は12.4%で 過去4回の調査で初めて1割を超えた。朝日新聞は8月31日に発表した調査では自衛隊駐留に対し肯定的評価が71%。自衛隊の活動について人々に大いに役立ったが28%、ある程度役立ったが39%という評価となった。自衛隊は給水水量53,500トン。 医療技術指導277回、新生児死亡率1、3、倉庫用人員48万8千人の数字を残して撤収した。撤収発表と前後して、サマーワ市内や郊外で爆発や市幹部の暗殺が発生した。イラクの他の地域より安定しているとされてきたサマーワも治安の悪化が問題となっている。自衛隊のサマーワ撤収より6年後、 2013年3月20日、朝日新聞の元現地助手が報告したところによると、自衛隊による道路の整備については、質が悪く、多くをやり直す必要があったとして、失敗としている。ただ、サマーワの人々の批判は、自衛隊ではなく、武装勢力の妨害や州政府の腐敗に向かっており、自衛隊には感謝しているとされる。また、サマーワの病院への支援や、 火力発電所の建設は高く評価されている。サマーワの病院では難しい手術を実施できるようになり、イラクの南部地域でも最高のレベルの医療技術を持つようになったという。他、復興支援活動で莫大な資金が投入された結果、人々の経済格差が開いたともされる。陸上自衛隊活動期間中のサマーワを 中心とした無産ナー県の治安に関わる主な攻撃、事件。自衛隊のイラク派遣の是非は取り分け否定的な意見が大多数のマスコミにより先導的に取り上げられたこと、ゆえに全国で多数の自治体が反対、あるいは慎重な対応を求める決議を採択したことなど、日本国内などで大きな論争となった。小泉純一郎首相がどこが非戦闘地域で、どこが 戦闘地域か、私に聞かれたってわかるわけがない。自衛隊が活動するところが、非戦闘地域など、憲法や自衛隊員の生命よりもアメリカに中絶を、クスごとの方を優先する姿勢にも反発を招いた。大きく二つに分かれる。以下の派遣そのものについて、派遣延長についてには、同じ項目に挙げられていても、異なる前提が混じっているので注意が必要である。一つは、 軍隊という力が必要不可欠とする立場である。従って、軍事による協力を最も高く評価し、再軍備のための憲法改正論議とも話題が関連する。また、軍事力以外の選択肢はそれ自体がテロに屈したと非難されることになり、戦争の正当性への疑問は無視するか、民主化などの大義名分を挙げて反論する。いわば非打共の戦いである。 基本的に自衛隊派遣に賛成であり、反対する場合も、再軍備して、軍隊としての力をつけてから派兵すべきという、正し書きがつく。もう一つは、軍隊の評価に、消極的な立場である。出来得る限り民間によって復興させるべきであり、軍事力はむしろ敵意を高めるという主張である。たとえ、テロリストを軍事力で潰したとしても、背後に、 民衆の支持がある限りは屈服させられないという認識である、さらに進んで攻撃する側こそテロリストだとする見解もある。また、イラク戦争の場合、派兵そのものが侵略であり、許されないとする見解が、軍隊消極派は元より、軍隊皇帝派の一部にも存在する。これは、開戦の理由とした大量破壊兵器所持疑惑などが、ことごとく誤りであり、 ついに正当性を証明できなかったからである。イラク武装解除問題参照。当然ながら自衛隊派遣に反対であるが、大案については、ボランティアの派遣や現住民に対する物資援助で、自助努力に期待する。さらに PKO での派遣なら、賛成するなど、見解が分かれる。社民党のテルヤ監督議員が、国会において、インド洋やイラクなどへの派遣任務についた、自衛官の中に、 自殺等による死者が多数に上っている点を問題視して質問を行ったのに対して、延べ約1万9700人の自衛隊員のうち16人が在職中に自殺していたことが政府が閣議決定した2007年11月13日の答弁書で明らかにされている。在職中の死亡者は計十五人で、内訳は海事二十人、陸事十四人、空事一人とし、 そのうち自殺者は、海事が8人、陸事が7人、空事が1人で、それ以外は、病死が計七人、事故死、死因不明が計12人となっている。だが、2万人近い自衛官が一度に派遣されて、そして一度に戻った上で直後に16人が自殺したというわけではなく、それぞれ数十人あるいは数百人ごとに、変わる変わる交代して、任務を行っている。 この答弁書が作成されるまでの間に、派遣任務という因子以外にも、数多くの因子が付加されてしまっている。そのため、派遣任務が即自殺につながったわけではないが、海上自衛隊だけを取ってみても、厚生労働省が発表した10万人あたりの自殺者数よりも多く自殺者が出てしまっている。今後、自衛隊内における精神面のカウンセリング体制の整備が求められている。 イラクトックス法に基づき派遣された隊員のうち在職中に死亡した自衛隊員数2007年10月末現在2014年4月16日現在の自衛隊イラク派遣後の自殺者合計が28名と放送される内訳は陸時20名空時8名イラク派遣の自衛隊の負傷者は21名楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。